たーちゃんです。今回はこちらのマンボウのリースを作りたいと思います。このね、マンボウの傘のアレンジです。こちら15センチでも作れます。その時ここはこの中の部分が10センチです。で、ここをめくらないでこのように普通に折って貼るとオーナメントにもなるので、両方こちらでもご活用くださいませ。では今回も始めます。では折ります。こちら色を下にして半分に折ります。ではこちらの上の角とこの斜め下の角のこのライン上でこのように1枚めくって折ります。こちら角とこの角をまず押さえてから折ります。はい、では開きます。ではこの折り筋のこの先、この角とこの角を合わせるように三角に折ります。はい、開くとこのバッテンの交差点ができているので、こちらの縁をその交差点に合わせて折ります。開いて回転させて、またこの縁をこのバッテンの交差点に合わせて折ります。はい、開いて裏返してこの四角い部分、ここの角、こことこのバッテンの交差点に合わせて折ります。では裏返してこの折り筋を同時に折ります。そしたらここ角ができているので、ここを倒して指で開いてこのように四角くなるように潰し折ります。はい、ではちょっと一回また開きますね。開いてこの角を5ミリほど折ります。折って1ミリほどでちょっと折り返します。こういう感じで細かいですけど、ではちょっと戻します。では次ここの角、ここね、ここのライン上まっすぐでこのここの部分を裏側へ折ります。ちょっと一旦ここを軽くめくってから折るといいです。はい、ではここでまた1ミリほどで折り返します。でまた1ミリほどで折ります。ちょっと戻しますね。こういう感じになります。ではまたこの角、このライン上で今度はここを裏側へこのように折ります。こういう感じで、でまたここ裏向けて1ミリで折り返します。はい、こういう風になりました。で今度は最後この部分も少し5ミリほどで裏側に折り返します。次はこの縁をこのまま折るんですけど、ここをちょっと軽くこの部分をめくってから折ります。だいたい1センチほどで折って、このままここをこの突っ張ってる部分を押し込んでから潰し折ります。はい、こちらも同じようにここをめくってこのように同じ大きさに折って、でまたここを押して戻します。ではこちら5センチこの折り紙をこのように背中合わせにして重ねます。
では対角線上に折ります。ではこの下の角を真ん中に合わせて折ります。で開いて角を先ほどの折り筋に合わせて折ってから、この折り筋で折り戻します。ではこの下の部分を一回ちょっと開きます。で開いてからここへ挟み込みます。で挟み込んだらこの部分をちょっと折り戻します。でこの縁の部分を、この部分を裏側へ折ります。では裏返してこの縁を真ん中に合わせて折ります。でちょっと一旦開いてからこのマンボウの部分に目を描きます。はい、パーツ完成です。では8個パーツを作ります。ではのり付けしていきます。こちらちょっと左側を開いてのり付けしていきます。で開いた部分のこの枠をのり付けします。でのり付けしたらちょっと白と黒に背景を分けてるので、ちょっと黒を取って貼りますね。こういう感じで、で裏はこういう風になってます。はい、同じように貼っていきます。最後このようにつなげます。このままでもいいんですけど、できたらここ裏側も糊で貼ってください。糊で貼るとしっかりリースが出来上がります。はい、できました。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。